でもですね、まあ、これだけは言えるのはもう物が少ないってめちゃくちゃ身軽なんですよ。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、大井町に来ております。はい、大井町すごい懐かしい。僕ですね、前品川シーサイドにある、まあ、ビルの中に入っている、まあ、ところで、まあ、仕事していたところがあるんですけど、なので大井町でよく飲んでましたよ。いやー、しかも今日もめちゃくちゃいい天気で気持ちがいいですね。そうね、今日もちょっと行きたい場所があるんで、そこにちょっと行ってみたいと思います。大井町駅からちょっと距離があるので、なんかこう大井町散歩みたいな感じで、まあ、一瞬ちょっとやってみようかなというふうに思います。まあ、でも中にはこう大井町ちょっと散歩してみてくださいみたいな人もいたのでね、僕もちょっと大井町に散歩してみたいと思います。はい、大通りから裏路地に入りました。お、ビッグドッグ。はい、この建物は何でしょう。海抜が 12.2m のところにある立ち合い小学校。はは、小学校ですね。JK を前にしてカメラを撮りながら歩いてると確実に変質者扱いされちゃうんで、ちょっと動画切ります。はい、大井町からちょっと外れたところに、はい、見えてきました。はい、八幡神社でございます。まあ、ミニマリストやってるとですね、まあ、いろんな質問を、まあ、いただくわけなんですけど、その中の一つにですね、ミニマリストって物を持ってないから、その持ってるものは大切に使うんでしょっていう質問ですね。全部が全部ですね、大切に使ってるとか、全部が全部大切に使ってないよっていう、そういうことじゃないんですけど、でこれもちょっと僕の主観が6割ぐらい入っちゃうと思うんですけど、なんか必要なくなった時に売れるって判断したものは大切に使います。高値で売りたいからですね。はい、じゃあその断捨離する時に何が売れるかって言ったら、まあ、前の動画でもシェアしてますけども、家電だったりとか IT ガジェット系だったり、まあ、あとはその高価な、まあ、ブランドものですねとかっていうのは、多少年数が経ってたとしても結構売れていく、お金になっていくので、まあ、これに関しては もちろん状態がいいものの方が売れるわけなので、僕はですね、そういった、あ、もうこれは断捨離するときにはもう売るって決めてるやつ、まあ、売れるって分かってるやつは大切に使ってます。片やですね、断捨離するってなった時にはもうゴミが分かってるっていうものに関してはヘビロテしまくって、物に対してもですね、なんかもうここまで使ってくれてありがとうって言ってもらって、でそうやって捨てたいので、はい、ちょっと今よく分かんないですね。まあ、というわけで今の僕はですね、断捨離する時に、まだ価値があるか、もうそれとも断捨離する時にはもう全然価値がないものなのかっていうのを、で基準ですね、まあ、そういう基準で僕は大切に使うもの、大切に使わないものっていうのを判断しています。はい、でですね、今まさに僕が履いてるこの靴ですね、一日中履きっぱなしで、しかもなんかこう歩き回っているので、そうなんかもう傾いちゃってますしね。なんかもう傾いちゃってなんか変な感じになっちゃってますけど、まあ、でもこれ3000円で買ったやつなのでもうしょうがないんですね。はい、こういうのも消耗品だと僕は今は思ってるんで、こういうのも早くもうボロボロにして、処分したいなっていうところなんですけど、こういったですね、かかとのすり減り具合をですね、経営者さんだったりとかビジネスのバリバリやってる人っていうのはもう見てくるんですね。こう靴がどれだけちゃんと丁寧に手入れをされてるかっていうところを見てくるので、まあこういったですね、状態の靴を履き続けることがちょっと恥ずかしくなってます。なのでもう早くこれをもうボロボロにして履き潰して新しいものを買うか、それともですね、もうこれ処分して新しいものはちょっとこういいやつにして、でそれを手入れしながら履き続けていくっていう、まあ、ちょっと方針転換をしなきゃいけないなっていう、まあ、そういうところですね。あとこういったですね、これ耳当て、これ耳当てなんですけど、こういうのをですね、夏に家に取っとくっていうことは僕はあんまりしたくないので、なので僕はですね、ワンシーズンでボロボロにできるように、あえてこう安いもの
買ってます。もうこういうのはもう消耗品だと僕は思ってますんで、はい、これもですね、冬の間にヘビロテして、ボロボロにして、お役目ごめんになったところで断捨離をします。はい、というまあそんな感じですね。まあ、若干そのミニマリストだけじゃなくてこうビジネス視点もちょっと入っちゃったんで、若干ちょっと分かりにくいところはあったんですけど、まあ、ちょっとでもあのこのミニマリストのその物の扱い方、まあ、そういうのがですねちょっとあの分かっていただければ、まあ、知っていただければ嬉しいなというふうに思います。でもですね、まあ、これだけは言えるのはもう物が少ないってめちゃくちゃ身軽なんですよ。まあ、これどこにしまったらいいかななんて悩む必要一切ないですし、今日何着ていこうかなって悩む時間も一切ないですし、やりたいことだけできる環境を整えるためには僕はミニマリストはかなり手っ取り早い方法だと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。もしですねこの動画が面白かったですためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、今日はですねちょっと大井町探検と、神社仏閣に行ってみたのっていうのと、ミニマリストのちょっとお話でした。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。